ゼッケン1番総七音響ワイズベーターチーム西村彩選手、そして第2位はゼッケン15モンテッサ本団マリア・ジロス選手、続いて第3位ゼッケン2 HRC クラブパワークラフト児玉エリカ選手、そして第4位ですゼッケン3番 HRC クラブ三谷山中レミ選手、そして第5位ですゼッケン12斉藤由美選手、そして第6位はゼッケン13番元通清水忍選手、どうぞ。さあ、それでは初めに選手にはカップが贈られます。そして素晴らしい走りでした、マリア・ジロ選手、おめでとうございます。そして児玉選手も3位獲得、見事と言っていいでしょう。そして今日が実はバースデーでありました山中レミ選手もなんとかここに上がることができました、おめでとう。そして斉藤由美選手も今ね、表彰式に間に合うかどうかというねところもありましたけども、無事間に合いました、ありがとうございます。そして清水忍選手も見事初参戦でねここに上がることになりました。間に合いました。はい、おめでとうございます。それでは各選手にインタビューをしてまいりたいと思います。ほんだ60、はい、今日は日応援ありがとうございました。ありがとうございます。スペインから、うん、マリア選手が来て、大方の予想では多分勝てないんじゃないかなっていうのが本音かなと思って、それもすごい感じて、自分もなんか負けちゃう感じていたんですけど、とにかく集中して今年一番、ものすごい集中して、走れたので、今は本当にホッとしてます。世界から来て自分のマシンじゃなかったりとか、調整する時間もなかったりとかなので、これが本当の結果だとは思ってないんですけど、頑張れば日本人もちょっと勝てるんだよっていう励みになったらいいなと思います。今日はありがとうございました。はい、マリア、ではマリア・ジロス選手お願いいたします。ha sido un placer venir en Japón. 日本に来られて とても光栄です。una gran experiencia correr en una prueba del campeonato de Japón y contra tantas chicas aquí. 西村選手も大変素晴らしい選手です。y espero poder repetir algún día. espero poder repetir.またぜひ次回も日本に来たいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。続いて児玉選手お願いいたします。今日は応援いただきありがとうございました。はい、でもマリア選手も来ていただいて、どんどんレディースクラスも新しいことをどんどんやっていって、すごい盛り上がってるなと思っていて、であやちゃんのコメントがとっても上手になってるのがびっくりしました。
人数もですね、今回、ちょっと中部で12名のエントリーだったんですけども、台風 の影響で中止になったんですけども、今回東北は10名という過去最大の出場台数になったのもとても嬉しく思っています。日頃皆さんが応援していただいていると感謝しています。ありがとうございます。レディースクラス、どんどん皆さんにもう男子にも負けないような走りを見せていきたいと思ってますので、次の年も応援よろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。それでは改めてレディースクラス入賞の各選手ご紹介いたします。第6位はゼッケン13番元2清水忍選手、おめでとうございます。そして第5位はゼッケン12斉藤由美選手、おめでとうございます。そして第4位ゼッケン3番 HRC クラブ三谷山中レミ選手、おめでとうございます。そして見事お立ち台の3位になりましたゼッケン2番 HRC クラブパワークラフト小玉エリカ選手。そして第2位スペインからありがとうございました、モンテッサホンダマリア・ジロス選手。そして見事勝って連覇達成です、ゼッケン1番総子音響ワイズベーターチーム西村彩選手。大きな拍手声援ありがとうございました。以上でレディースクラスの暫定表彰式終了とさせていただきます。ありがとうございます。では選手の皆様気をつけてご講談ください。さっき言っちゃった今シーズンも全勝で締めくくれて本当に最高のシーズンになったと思います。最終戦にスペインからものすごいライバルが来るっていうことで、前線優勝は無理かなってちょっと諦めてたんですけど、今回勝てて最高の形で、今シーズンも応援いただき終えることができました。本当に応援がすごく力になったし、ちょっとずつ喋りも上手になってきたのでこのぐらいで許してくださいありがとうございました。ありがとうございます。それでは改めてご紹介いたしましょう。2019年 MFJ 全日本トライアル選手権シリーズレディースクラスチャンピオン総子音響ワイズベータチーム西村彩選手、おめでとうございます。はい、大きな拍手ありがとうございました。西村選手気をつけてご講談ください。ありがとうございます。皆様大きな拍手でお迎えください。IB クラスの優勝はゼッケン35ガスガスウィズ三谷広畑慎也選手、おめでとうございます。おめでとう、すごい声援です。そして第2位はゼッケン77藤井俊彦選手、どうぞ。そして第3位はゼッケン75チームカシック池田力選手、どうぞ。続いて第4位ゼッケン49チームライドマジック酒井翔選手、どうぞ。そして第5位です、ゼッケン6番元2木屋岳クロウド選手、どうぞ。そして第6位はゼッケン15ガスガスウィズライドマジック森海星選手、どうぞ。それでは初めに選手にはカップが贈られます。
2と言っていいでしょう。そして池田選手第3位おめでとうございます。続いて第4位の酒井選手、頑張りました、おめでとうございます。そして第5位は日谷武選手となります。続いて第6位の森選手、お受け取りください。そして入賞された全員に副賞のスゴーワインが贈られます。はい、ありがとうございました。ではここで入賞の選手にお話を伺ってみたいと思います。今日はお疲れ様でした。まあ、ここの大会始まる前にシリーズ2位っていうのが決まってて、まあ、失うものもなく集中して自分の走りできてよかったと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございます。続いて藤井選手お願いいたします。本日は皆さんお疲れ様でした。普段はなかなか大会に出れないんですけど、今日、2位という形で終われて、本当に嬉しいです。来年も IB で戦わせてもらうんですけど、まあ、一戦一戦大事に戦って、まあ、A 級昇格目指して来年も頑張りたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。続いて池田選手、シリーズのお話はこの後伺うことになりますのでまずは今日のレースのお話をお願いいたします。頑張れ。悔しかったです。以上。はい、ありがとうございます。それでは改めて IB クラス入賞の選手ご紹介をしてまいります。第6位はゼッケン15番ガスガスウィズライドマジック森海星選手。そして第5位はゼッケン6番モト2ギアタケクロウド選手。そして第4位はゼッケン49番チームライドマジック酒井翔選手。そして第3位はゼッケン75チームカシック池田力選手。そして第2位ゼッケン77番藤井俊彦選手。そして見事優勝はゼッケン35ガスガスウィズミタニ広畑慎也選手、おめでとうございます。大きな拍手ありがとうございました。以上をもちまして IB クラスの表彰式終了とさせていただきます。では気をつけて表彰台にお上がりください。それでは池田選手、思う存分今シーズンを振り返っていただきまして、シリーズチャンピオン獲得の喜びのコメントをお願いいたします。嬉しかったです。はい、大丈夫です。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。それでは改めてご紹介しましょう。2019年 NMHA 全日本トライアル選手権シリーズ IB クラス見事シリーズチャンピオンはゼッケン75チームカシック池田力選手でした。おめでとうございます。大きな拍手ありがとうございます。と優勝はゼッケン3ベルティゴウィズ三谷武田洋人選手、おめでとうございます。後ろから、後ろから。続いて第2位はゼッケン6チーム TR プロダクト寺澤慎也選手、どうぞ。そして第3位はゼッケン1 ATJ レーシング &HRC クラブクルーズ小野隆選手、どうぞ。
続いて第4位はゼッケン8チームアズール&モッツ大谷哲選手。大声援でございます。そして第5位です、ゼッケン20 ATJ レーシング塩月匠選手、どうぞ。続いて第6位はゼッケン4番 HRC クラブ三谷村田真嗣選手、どうぞ。それでは初めに選手にはカップが贈られます。さあどうぞ皆さん写真は OK でしょうか。はい、ありがとうございます。田島さんありがとうございました。ではシャンパンファイトお願いいたします。優勝の武田選手、シリーズの話はこの後伺いますので、まずは今日のレースよろしくお願いいたします。はい、皆さん応援ありがとうございました。おめでとう。最終戦ってことで優勝したい気持ちもあって、優勝することもでき、それとあと今回オールクリーンを達成することができて、完璧な走りで優勝できました。本当に、応援ありがとうございました。はい、ありがとうございます。それでは寺澤選手お願いいたします。今日はありがとうございました。武田選手にはちょっと一歩及ばなかったですけれども、若い子がこうやって活躍してまた来年スーパーで活躍してくれると思いますので、あの武田選手の応援僕が言うのも変ですけどよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それでは続いて小野選手お願いいたします。応援ありがとうございました。地元ということで優勝を狙ってましたけど、届きませんでした。だけどたくさん応援してもらって本当楽しくレースできました。ありがとうございました。ありがとうございます。それでは改めて IA クラス入賞各選手ご紹介をします。第6位はゼッケン4番 HRC クラブ三谷村田真嗣選手。第5位はゼッケン20 ATJ レーシング塩月匠選手。そして第4位はゼッケン8番チームアズール&モッツ小谷哲選手。そして第3位はゼッケン1番 ATJ レーシング&HRC クラブクルーズ小野隆史選手。そして第2位ゼッケン6チーム TR プロダクト寺澤真也選手。そして優勝はゼッケン3番ベルティゴウィズ三谷武田義人選手、おめでとうございます。大きな拍手ありがとうございました。以上をもちまして IA クラスの表彰式を終了とさせていただきます。ウィズ三谷武田義人選手、おめでとうございます。さあそれではチャンピオンの武田選手コメントをよろしくお願いいたします。はい、そうですね、今年1年間たくさんの応援ありがとうございました。A 級3年目ってことで、まあ少し時間はかかってしまったんですけど、来年も頑張りたいと思います。来年も応援よろしくお願いします。はい、おめでとうございます。さあ武田選手にはちょっとねこちらから花束はい、おめでとうございます。ではちょっと一緒に並んでね記念撮影をねしましょうよ。
それでは改めてご紹介してまいります。2019年 MFJ 全日本トライアル選手権シリーズ IA クラスチャンピオンベルティゴウィズ三谷、武田陽人選手でした。おめでとうございます。はい、大きな皆様、大きな声援拍手お願いいたします。 IA スーパークラス見事優勝はゼッケン1番チーム三谷ホンダ小川智之選手、おめでとうございます。素晴らしい。そして第2位はゼッケン6ガスガスウィズ三谷宇治川誠也選手、おめでとうございます。すごい声援です。そして第3位です、ゼッケン4番ベルティゴウィズ三谷柴田明選手、おめでとうございます。続いて第4位はゼッケン2チーム FWO ウィズ山ルーブ野崎文隆選手、どうぞ。そして第5位です、ゼッケン5番総七音響ワイズベーターチーム小川剛選手、どうぞ。そして第6位はゼッケン3番ヤマハファクトリーレーシングチーム黒山健一選手、どうぞ。それでは初めに選手にはカップそして賞金の目録、見事な走りでした。最終戦、そして第2位の宇治川選手、スーパークラス初表彰台でしかも2位です。素晴らしい。そして第3位の柴田選手、ようやくここまで上がってまいりました。ランキングもねちょっとこの後ね整理をしておきたいと思いますけども、いやーすごいシーズンになりましたね。そして野崎選手、おめでとうございます。いやーちょっと悔しいでしょうかね。そして小川剛選手にもカップが贈られます。そして黒山選手にもカップが贈られます。さあ続いて目録が贈られます。それでは記念撮影ですね。では選手の皆様、カップ副賞持てるものだけでよろしいです。かっこよく持っていただきまして、どうだこの野郎というね、そんな感じで皆さん写真をお願いいたします。本番ファイトの準備をお願いいたします。彼は一体何でいるの？かけてもらうんだ。さあ各選手準備万端、宇治川選手がもう早くというね、そんな感じ。さあそれではシャンパンファイトをお願いいたします。風邪ひかないで宇治川選手、結構ね東北寒いですからね。おめでとう。さあそれでは続いて入賞の選手にお話を伺ってまいります。まずは優勝の小川智之選手、よろしくお願いします。シリーズのお話はこの後改めてお伺いしますので、今日のレースでお願いいたします。皆さん応援ありがとうございました。
やっぱり最終戦は勝って、終わりたいっていうのがものすごく強かったので、プレッシャーすごいありましたけど、ワンラップ目オールクリーンということで、いい出だしができたのですけど、ツーラップ目ちょっと自分から崩れてしまって、SS にはちょっとかなり僅差で向かうという状況だったんですけど、まあ、チーム員、ワン、ツー、スリーがですね、この表彰台に IS で乗るっていうのは多分初めてだと思うので、チームみたいとしても本当に嬉しい一日になりました。本当応援ありがとうございました。ありがとうございます。続いて宇治川選手お願いいたします。皆さんお疲れ様でした。応援ありがとうございました。で、まあずっと6位とか4位で今年ずっといたんですけど、まあ最後最終戦は3位とか表彰台に上がれるようにいけないなっていうのは思ってたんで、今回上がれてよかったです。嬉しいです。ありがとうございました。おじいちゃん家族のみんなで、ガスガスジャパン様ありがとうございました。お母様ありがとうございます。いつも練習に付き合ってくれてありがとうございます。はい、ありがとうございます。続いて柴田選手お願いいたします。皆さんお疲れ様です。1位争いをしていたはずなんですけど3位になってしまいましたけど、チームみたいにこの3名で、表彰台立てたのは、本当に嬉しいです。後輩が伸びてる中、自分も伸びてる気がしています。きっと嘘じゃないと思います。なので来年はね、もっとね。まあけど応援1年間ありがとうございました。ではマイクを渡ししましょうか。あ、いや、いいんですね。いや、向こうも。はい、ありがとうございます。それでは改めて IA スーパークラス入賞の各選手ご紹介をいたします。第6位はゼッケン3番ヤマハファクトリーレーシングチーム黒山健一選手。そして第5位は創始音響ワイズベーターチーム小川剛選手。そして第4位はゼッケン2チーム FWO ウィズヤマルーブ野崎文隆選手。そして見事第3位はゼッケン4番ベルティゴウィズ三谷柴田明選手。そして第2位はゼッケン6ガスガスウィズ三谷宇治川誠也選手。そして優勝はゼッケン1チーム三谷本田小川智之選手。おめでとうございます。大きな声援拍手ありがとうございました。以上をもちまして IA スーパークラスの表彰式終了とさせていただきます。では選手の皆様気をつけてご講談いただきますようお願いいたします。トライアル選手権シリーズ IA スーパークラスのシリーズチャンピオンをご紹介いたします。見事チャンピオン獲得 V 級、そして7連覇達成ゼッケン1チーム三谷本田小川智之選手、どうぞ。素晴らしい。さあまずはね、記念撮影でしょうか。ガッチー、ガッチー、ガッチー選手にコメントをいただきましょうか。チャンピオンやっぱ嬉しいですね。今年最終的にこう勝率的にはあんまり良くない年ではありましたけど、最終戦ちょっとプレッシャーかかる中やっぱこう優勝で決めたっていうことはものすごく嬉しいですし、栗山選手とね結構ずっと争っていて、栗山選手が V11 を成し遂げているので、僕もできる限り追いつこうと思って頑張っていたんですけど、あと3つ多分ちょっと厳しいと思うので。まあでも来年はね、もう少し、頑張って、
今年43になったんですけど、ちょっとね若い子も出てきてて邪魔だと思われるかもわかんないですけど、まあできる限りこう日本のトライアルを引っ張っていけるように僕もいろんな活動をしていきたいと思いますので、引き続きまた応援よろしくお願いします。1年間応援ありがとうございました。ありがとうございました。それでは改めてご紹介してまいります。2019年 MHJ 全日本トライアル選手権シリーズ IA スーパークラスチャンピオンはゼッケン1番チーム三谷本田小川智之選手でした。おめでとうございます。大きな声援拍手ありがとうございました。拍手おめでとう。おめでとうございます。ありがとうございます。以上をもちまして